はい、こんにちは。高野久保です。今回のジャズおすすめ音源はですね、セロニアス・モンクとピアニストですね、えー、テナー作奏者のジョン・コルトレーンのセロニアス・モンク・ウィズ・ジョン・コルトレーン・アット・カーネギ・ーホールという CD です。いやー、これが出たときは私はですね、狂気乱舞しましたですよ。あのね、 私がジャズを聴き始めたのは1990年代、まあ80年末ぐらいですかね。まあ、ジャズの勉強し始めたりとか、もう本腰入れて聴き始めたのが、まあ90年代初頭なんですけれども、そうするとスイングジャーナルだったりとか、あとジャズの書籍いろいろ読んでいるとですね、やっぱりコルトレーンと文句についていろいろ言及されている記事があるわけですよ。それでまあコルトレーンは文句師匠に育てられたとか、まあいろいろあるんですけどもね、それで、あの、熱狂的なライブをですね、 ファイブスポットで繰り広げていた夜な夜な繰り広げていたそのもう様子はもうものすごかったみたいな記述がいっぱい書かれていたんですねところが音源は出ていなかったわけですよ当時はで本当にその記事を書いてる人テキストを書いてる人も音源が発見されたらぜひ聞いてみたいものだみたいな締めくくりで終わっている記事が多かったわけですよねそうすると私も聴きたくなってくるわけじゃないですかまあコルトレーンと文句が 共演しているレコードといえば、まあ、当時はですね「モンクス・ミュージック」だったりとかあとは「セルニアス・モンク・ウィズ・ジョン・コルトレーン」とかねそういうのを聞きながらスタジオで録音されたものを聴きながら思いを馳せるしかなかったわけですよね。 でもまあいい演奏なんだけれどもそんなに聴衆を熱狂に落とし込むようなもう白熱したライブなのかというとライブというか演奏なのかというとなんかやっぱおとなしかったりもするんですね妙に特にセロニアスモンクウィズジョン・コロトレンの場合はまあアートブレイキーがねドラム叩いているあといろいろちょっとミスが多かったりとかでそれがかえってその演奏の迫真性を増しているモンクスミュージックとかだとまあ かなり荒々しいところがけかなりこうライブ感が出てるかなと思ってるんですけどまあその2枚を聞いてですねモンクとコルトレーンの共演に思いを馳せるしかなかったわけですね。そこに発売されたのがですねこの CD だったんですよ2005年に <laughs> どんな内容だな聞きたいな聞きたいななんて思いながら十何年間思い続けて。 おっとっていきなりまごじして発売されたのがこれだったので、の飛びつくように買い、むさぶるように、むさぼるように聞きましたね。では、どんな内容なんでしょうかということでね。まあ、この動画ではですね、皆さんにジャズのおすすめの音源を紹介しています。まあ、そうじゃない動画もアップしたりもしていますけど、まあ、メインは、まあ、今のところはジャズメインでいこうかと思ってるんですけどもね。で、まあ、ジャズの名盤とかね、これ、おいしい、 音源だよみたいなでまあ聴きどころとかねおすすめ曲とかを中心にですね紹介していこうと思っておりますのでこれを聞いてですねあ面白いなあみたいなねちょっと聞いてみたいなあなんて思った方は是非 CD アルバム買うなりあるいは YouTube にですねアップされていればそれを聞いてみていただけると嬉しいですね。 あるいは、もうそんなアルバム持ってるよ、三田子だよっていう方もですね、もし私の解説を聞いてですね、へえ、そういう聞き方もあるんかいな、みたいなふうなことを感じていただけるのであれば、もう一回聞き直していただけると聞こえ方が変わってくるかもしれませんので、まあ、どうぞよろしくお願いいたします。で、さて、あのお話の続きなんですけどもね、このジョン・コルトレンのセミナース・モンクィズ、ジョン・コルトレン これトレーンアットカーネギーホールなんですけどもこれ録音された日は1957年の11月29日ですねでパーソナルこれはワンホーンカルテットですコルトレーンがテナーサックスでシロニアスモンクがピアノでアーマッド・アブダルマリクがベースでシャドウ・ウィルソンがドラムスなんですねでもうこれが出た時はです、ね、その,あの前後にですねあとは ファイブスポットでのね演奏も発掘されたんですよね奥さんのネイマーが持ってたわけですよコルトレーンの曲にネイマーってありますけどそれ奥さんの名前なんですねジャイアントステップスに入っていますけどもねでさらにアライバット・ザ・ビレッジ・ヴァンガード・アゲインという アルバムでもライブ演奏してますけどその時はもうすでにもうその時の奥さんはネイマさんとは離婚してアリス・コルトレーンってアリスさんと結婚してねでアリスが前の奥さんに捧げた曲のピアノを弾いているというですねまあどういう思いでピアノを弾いてるのか分かりませんけどまあライブアットサビレッジバンガード・アゲインでも聴けるネイマそれの題材となったというか捧げられた奥さんが実はコルトレーンとセロニアス・モンクが熱狂的なライブを繰り広げていたですね 音音源源を持っていたわけでですよ5スポットでの音源まあそれが出た時そっちの方はね音はあんまり良くないんですけれどもでもねその音の良くなさもかえってそのドキュメント性白真性みたいなその当時の生々しさみたいなもののイメージに拍車をかけていてですねこれもですね貪るように聞いた記憶はありますね。 もうこれが出たときはですね、邪馬台国論争に決着がついたみたいなね、あの、儀からもらった禁煙が発掘されて、おお、邪馬台国こっちだったんかみたいな決着がついたようなぐらいな衝撃を受けたものですっていうのは嘘ですけれどもね、そんなに歴史的、それほど大きな歴史的なあれじゃないかもしれない、個人的興味が満たされたみたいな感じですね。むしろ、あれですね、今私、最大の興味は最大でもないんですけれども、 ギの金印が見つかるのと同じぐらい私にとって価値があることはですねビリー・ホリデーが歌うマル・ウォルドロン作曲のレフト・アローンの音源が発掘されましたみたいなのがあると金印が 発見されて邪馬台国論争に決着がついた波のインパクトが私の中には芽生えるんじゃないかと思っていますけど、まあ、要するに、ね、あのマル・ールドロンっていうピアニストビリー・ホリデー晩年の歌番ピアニストなんですけどもね。で彼がビデホリリーーホデの詩に メロディーをつけたのがレフトアローンなんですね。で、後にビリーホリデーが亡くなったと、ジャッキー・マクリーンがビリーの代わりにアルトサックスを吹いてそれで、それがレフトアローンというですね、ベツレヘムというレベルから出ているアルバムの中に収録されていて、で、多くのファンがね、まあ、角川映画のキャバレーの影響も大きいかと思うんですけれども、多くの日本人に愛されている曲ですよね、レフトアローン。じゃあ、その肝心のですね、これビ、ビリーホリデーのための曲なわけじゃないですか。ビデホリリーーホデが あの書いた詩に対してマルドロンピアニストが当時の、ね、歌の歌マルドロンマルマルゴド,ドロンじゃない <laughs> マルルドロンがピアノでバンスをつけたやつなので多分ライブとかで歌ってると思うんですよねまあ公式なレコーディングは残っていないわけですよだけどもそれがもし発見された場合のインパクトって、ね、ビリー・ホリデーこれどう歌ってるんだろうななんて想像いつもしてるんですけれどもねそれが発掘された時は多分私狂気乱舞すると思うんですけどその想像上のですね狂気乱舞に近いようなものが私は あのネイマーさんがあの発掘というか持っていたテープが音源化された、ね、ライブアットザファファイブスポットとあとライブアットザこのカーネギーホールこれをカーネギーホールの場合はレあのネイマーさんじゃなくてボイスオブアメリカだったっけかな VOA が記録を取っていた音なのですごくね 音質ははとてもいいんですよこののアットザカーーーネギーホールの場合はでジャケットもなかなかいいじゃないですか21世紀に発売されたコルトレント文句だよーみたいな感じのジャケットでねこう一筆書きみたいな感じでちょっとユーモラスな。 スのジャケットなんですけれどもね私はこれ好きですねや安っぽいっていう人もいますけれどもね私は好きですねそれでまあ演奏も極上極上やっぱこうぱエキサイティングな演奏してたんだななんて思わせますねということでじゃあ何がおすすめなのかというとですねやっぱりねモンクスムード聞いてほしいなと思いますこれがまあ一押しですで,できればですねその前にセロニアスヒムセルフリバーサイドから出ているあのセロニアスモンクの「 ピアアノソロのアルバムなんですけれども全部の曲をピアノソロで弾いてるわけじゃなくて1曲だけはですねセルニアス・モンクはウィルバー・ウェアっていうベーシストとジョン・コルトレーンがテナ・サックスで吹いている最後の曲だけモンクス・ムードっていう曲だけはですね3人で演奏してるんですけれどもまあとても哲学的本当試作的な演奏なんですねでかなり科目で間も多いピアノなんですけれどもそれが私も大好きでですね 夜、真夜中に聞くとですね、本当に「珍疫木行」っていう言葉が当てはまりますよね、いろんな考えなくてもいいようなことをいろいろ考えてしまって、ための誘い水になるようなですね哲学者的な気分をですねなんちゃってですけど味わわせてくれるような、すごく深みのある演奏なんですね、セルニアンス・ヒムセルフに入っているモンクスムードっていうのは。で すごい手探りのようにですね空中をさまようような、しかし確かな力強い音を奏でるコルトレーンのテナーサックスも私好きですしね、でどんどんどんって最小限の音で低音を支える、低音の鼓動を送り続けるですねウィルバーウェアのベースも好きですし、まあ、とにかく間を生かしに生かしまくったセルニアス・モンクのこのピアノね、モンクスムーのピアノ大好きなんですね。それが頭に入った上で じゃあ、このカーネギーホールでのモンクスムードを聞くとどうなんでしょうって、流暢なんですよ。もちろんね、これバラード調で、割とダウナー系の曲なので、ペラ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 弾きまくってるわけでもないんですけれども、いや、でも意外とね、コルトレーンのバックだと結構ペラペラ踊り跳ねるようなバッキングしてるんですよ、セロニアスモンク。なので、セロニアスヒムセルフで弾かれた、 文句のピアノと、まあもちろん同一人物で同じテイストなんですけど、こんなに音数多くていいのって思うくらいですね。<laughs> とにかくなんか嬉しそうに弾いてる様が思い浮かぶんですよね。まあ、もちろんコルトレーンはまるであのブラスバンドのロングトーンの練習のような吹き方でのですねあの、まあ、もちろんそういう曲なんですけれどもそういうテンポなんですけれどもブーって吹いているんですけどコルトレーンは真面目に割とテーマのメロディー謎より「あララララー ブーって吹いてんですけど、そのバックでですね。ペラ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 とピアノトリルしたりとかですね。いろ色々鍵盤連打したりとかですね。なんか楽しそうにですね。まるで、あのコルトレーンをリズムキーパーとして、そのリズムの中で遊ぶみたいなような。もう資格逆転してるんじゃないかぐらいな感じのですね。ピアノを弾いているので、これはこれでですね。なんか面白いですよね。まあ、いろんなバリエーションの。 変装が可能な曲なな曲んだなモンクスムードはってて思わせてくれますもちろんねのコルトレーンのプレイもですね最初のセロニアスヒムセルフの時は割と慎重にですね本当に一音一音ですね空中の中にモわーっと浮かぶ何かをこう手探りで探るようなサックス吹いてるんですけれどもこちらのカーネギーホールのライブのコルトレーンの方はすごく確信に満ちた吹き方をして力強い吹き方をしていますよね。なのでその成長っぷりも 楽しししめる気もしますしですでねなかなか <laughs> よろしいんじゃないですかねこの文句のねオリジナルでもいろいろこうね同じ演奏者でもその演奏する日が違えば全然ですねみたいなことがすごくよくわかりますよね。もう一曲だけおすすめ曲をじゃあねこうしんみりした曲だけじゃなくてノリノリの曲をもう一個あげるとしたら。 やっぱりスイートラブリーですかね。こちらのスイートラブリーの方はですね、もうかっこいい。コルトレーンがね、ハッスル、ハッスルみたいなね、なんか解決ゾロリみたいですけどね、ハッスル、ハッスル、みんなハッスルって感じですごい勢いで飛び出てきますよ。もう元気発ツ,ラツオロナミンシーって感じです。ななんゾロリとかオロナミンシーとか古いなって書い出すのが嫌いですいませんです。えー、もうね、 体内に蓄積されたこのエネルギーの放出がもう間に合わないってぐらいですね、すごいバイタリティあふれるサックス吹いているのでね、あこういう演奏を夜な夜なファイブスポットとかでも繰り広げたいたんだねとね、思いましたね。まあ、これはまあカーネギーホールなんですけどもね、ブスポットでの CD に関してはまた別な動画でご紹介したいと思いますけど、これもなかなかいいですね。ただちょっと音が悪いのでね、やっぱり最初に文句とコルトレーンの の共演、しかもライブでエキサイティングな演奏をしているのを聞きたい方はこっちの方を最初に私はお勧めしたいと思っております。なので、まあもちろんそんなにめちゃくちゃ死ぬほど音悪いというわけでもないんですけどね、ネーマさんが保存してたテープ。まあでも、やっぱり最初はクリアな音質で聞きたいっていう人も多いと思うので、まあ最初にですね、エキサイティングなトレーンと文句の共演はこちらのカーネギーホールがよろしいんじゃないかなとは思ってますけれどもね。 これ贅沢な悩みですけれどももちろんねシャドウ・ウィルソンもいいドラム叩いてはいるんですけどもしこれがロイ・ヘインズだったらなんて思ったりもしますよねなぜかというとあのミステリー,オー,ー・オウソリバーサイドが出てるミステリー,オー,ソーと・オとソとセロニアス・イン・アクションってあるじゃないですかファイブスポットでのライブそれなんかロイ・ヘインズのドラムがかなりいい味出しているんですよねだからそれがちょっと忘れられないんですよね。だからその 記憶の中にちょっと定着しているロイ・ヘインズのドラミングを聞きなんとなくですね覚えた上でちょっとシャドウ・ウィルソンのドラムを聴いてしまうとですねちょっとだけまあいい叩き方してるんですけどタイム感がねやっぱり文句の独特なタイム感にきちんとついてきてなおかつ的確に煽りを入れられて演奏のボルテージをさらに上げられるドラムはやっぱロイ・ヘインズの方が良かったかななんて気がしますけれどもねでも 演奏のバランスは本当によろしいでございますよ。ないものであるの贅沢言ってるだけなのでね、本当にこの4人のコンビでも全然あのエキサイティングでも興奮して聴けること、受け合いですので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、耳を通していただければと思っております。ということで、あの興味持った方はね、これぜひ聴いてほしいなと思います。モンクスムードだけでもいいので、あるいはスイートラブリーだけでもいいのでね、で気に入ったらもう CD 買ってもう全曲通して聴いて、もう興奮しまくってください。 ということで、今回はカーネギーホールのライブをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんもですね、楽しい人生を、ジャズを聴くことによって、まあ、楽しい人生にさらにジャズでブーストをかけましょうね。ということで、ご案内はタガノコでございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。